モーリッツ・ホン、デア・プファルツ、または、モーリス・オブ・ザ・ラインは、ドイツのプファルツ・ジン・メルン家の講師で、新境都革命期のイングランドの軍人。父は、プファルツ選定公、フリードリヒ5世。母は、イングランド王、スコットランド王ジェームズ1世の娘である、エリザベス・スチュアート。兄に、プファルツ選定公カール1世、ルートビヒ、カンバーランド公。 ルパート、弟にプファルツジンメルン・ハク、エドアルト、フィリップが、姉に、哲学者、エリーザベト、妹に、画家、ルイーゼ・ホランディーネ、ヘンリエッテ・マリー、ハノーファー選定校、エルン・ストアウグスト・ヒゾフィーがいる。また、イングランド王・チャールズ2世、ジェームズ2世兄弟は、母方の重邸で、イギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ1世は老いに当たる。プファルツ選定校、 フリードリヒ5世とその妻、エリザベス・スチュアートの間の第5子4男としてキュストリンに生を受けた。父が1618年にボヘミアの対立王に選ばれたために、プファルツ・ジンメルン家は30年戦争に巻き込まれて亡命生活を余儀なくされていた。一時はスウェーデン海軍に所属している。1636年に、 時系ルパートと一緒に投影したことがあるが、1642年に、第一次イングランド内戦が勃発すると、8月、初めに時系と一緒に、オランダから投影して、母方のおじのイングランド王チャールズ一世を支持する、王党派の中世厚いメンバーとなり、陸戦、海戦の別なく様々な戦いに参加した。一方、長兄カール一世からは、 時系ともども王党派への合流を非難されている。エッジヒルの戦いやマーストンムーアの戦いにも従軍し、マーストンムーアで国王軍が議会派の軍隊によって壊滅的被害を受けた際も兄と共に奇跡的に無傷で生還した。1643年に王党派のラルフ・ホプトンが南西部のコーンウォールからデボンへ投進すると国王からハートフォード校、 ウィリアム・シーモアと共にホプトンの軍と合流すべく、オックスフォードから派遣され、6月にホプトンと合流した。7月に一旦救援を求めて、ハートフォード校と共にオックスフォードへ戻り、ウィルモット弾尺ヘンリー・ウィルモットとジョン・バイロンが率いる援軍を連れて、ホプトンと再度合流。7月13日のラウンドウェイ、ダウンの戦いで、 ウィリアム・オラー・アーサー・ヘジルリッジラギ会派の軍に勝利した。しかし、飢餓の騎兵隊は勇敢ながら、略奪で悪名高く、ホプトンの悩みの種になっていた。それからニートも合流を果たして、ブリストルを包囲、陥落させた後は、西部の指揮官になり、ドーセットを閉店した、カーナー・ボン・伯爵ロバート・ドーマーの下へ派遣されたが、部隊が、 現地略奪したためカーナー・ボン博と不安になり、国王へ訴えられたが罪に問われず、カーナー・ボン博に代わりデボンの諸行攻,攻略に向かった。9月4日にエクセターを占領、プリマスは落とせなかったが10月6日にダートマスも降伏させ、順調に港を攻略させていった。1644年2月1日にチャールズ一世がモントローズ公爵、 ジェームズ・グラハムに宛てた任命状で、モーリッツは、スコットランドにおける、王統派の総大将に任命されたが、13日の、モントローズ公宛ての国王の手紙で取り消された。だが、3月中旬からライムレジスを包囲して何度も、町を攻撃したが、ロバート・ブレイクラ議会派の守備隊に阻まれ、会場から、ウォリック・ハク、ロバート・リッチラ海軍の補給も阻止できず、6月15日に、 包位を解いて、エクセターへ撤退した。10月27日の第二次、ニューベリーの戦いでは、スピーンの村と丘を守備していたが、ウィリアム・バルホアとフィリップ・スキッポンの議会軍に襲撃されて、スピーンを奪われ、戦闘自体は、議会軍の不守備で引き分けに終わったが、翌1645年2月に徴兵中心地に、使っていたシュルーズベリーを、不在の間に、 議会軍に落とされ、3月に救援へ向かったチェシャーで、略奪を働き苦情が報告されている。以後は、兄と共に、遊撃部隊を率いて、ウェールズの守備に努めた。やがて兄が、チャールズ一世を呼び、側近のディグビー男爵、ジョージ・ディグビーと対立すると、兄に味方して国王に抗議したため、ネイズビーの戦いで敗れた後の国王は、 モーリッツが守備していたウスターを避けてニューアークへ向かった。10月に兄と一緒にニューアークの国王に直接会って抗議したが受け入れられずニューアークを去り1646年6月にオックスフォードが降伏するに及んで議会派から国外退去を言い渡された。1649年のチャールズ一世の処刑後応答派によって兄と共に 海軍中将に任命され、小規模な艦隊を任されたが、その任務とは、イングランド共和国と大陸諸国との通称を妨害することであった。この小艦隊は1651年、議会派のロバート・ブレイク提督によって壊滅させられた。その後は、兄と一緒に、本格的に海賊として、暮らすようになった。1652年9月中旬、モーリッツの率いる、 海賊船は西インド諸島沖で暴風雨に見舞われ、モーリッツはそのまま消息不明となった。モーリッツの失踪には別の伝説がある。ペルーとメキシコの間にあるという大量の財宝を発掘するためフランスの海港を出発したが、すぐにベルベル人海賊に襲われてアルジェに連行され、そしてそのままアフリカの奥地へと連れ去られたというものである。宮本。 P340 宮本 P66 ガードナー P46 ウェッジウッド P111 P155 ガードナー P205 P298 P300 P301 P308 P309 ウェッジウッド P213 P219 P228 P230 ガードナー P 三百三十五、P 三百四十一、P 三百四十二、P 三百五十三、P 三百五十七、P 三百五十八、P 四百、P 四百九十七、P 五百五十五、ウェッジウッド、P 二百三十二、P 二百三十四、P 二百四十九。ガードナー、P 五百六十九、P 五百八十八、ウェッジウッド。 P 三百三十二、P 三百三十四、P 四百三十七、P 四百三十九、P 四百四十四、ガードナー、P 百七、P 百十、P 三百七十三、ウェッジウッド、P 五百十四、P 五百二十一、P 五百二十四、P 五百八十七、宮本、P 六十七。ありがとうございます。